何が希望だよ。そんなもん、へっ、もう。おい、待てよ。敵なし。
ぶっ飛ばしてやる。どうする？俺に任せない。ここらに何かありそうだよな。
頑張ろうぜホープ。高いとこ好きなんだ。
お疲れさん。
たいんだけど。なんだ？家族に憧れてるんだよね。じゃあもし家族を奪われたら。取り返す。取り返しがつかなかったら。誰かのせいで奪われたら。そりゃ許せねえよ。なんだ突然。どっか痛むのか。
あそこで少し休むか。おれ。それ好きじゃない。うん。そっか。俺は好きなんだけどな。ママ。ママってば。ダメだ。スノー。あんたの希望って。さっき言ったろ。セラを助けて、国運も守って、家族みんなで明るい生活だ。ま、先は長そうだが。短いのかな。どっちにしろ希望さえあればなんとかなる。武士だろうと関係ねえ。生きて戦える。戦って人を巻き込んだら、あんたが生きて戦うために誰かの希望を壊したら、死なせたらあんたの責任は。その人たちにどうやって償うの。償えるかよ。死んじまった相手にどう償えってんだ。もう取り返しがつかねえのに言葉で謝ってどうなる。最低だ。巻き込んでおいて何なんだよ。ああそうさ、巻き込んで死なせた。過ぎて分かんねえよ。償い方も謝り方も。今は前に進むしかねえ。償い方が見つかるまで戦って生き延びるしかねえんだ。何が前に進むだよ。言い訳にして逃げてるだけだ。じゃあ責任取って死ねばいいのか。そうしろよ。ノラ・エストハイム、母さんの名前、あんたのせいで死んだんだ。お前が、お前だったのか。ポンプ。クリスタルから目覚めたうちらは記憶も使命も失っていた。なくしちまった使命を探して国運をさまよってたんだ。もうやめよ。ルシの使命なんて忘れたままでいいよ。何言ってんだ。使命を思い出して片付けねえとお前が死骸じゃねえか。だってあんな小さい子がルシに。こんなのおかしいよ。ああ最悪だけどな。うちらが使命を投げ出せばファルシは次のルシを作る。おとといの女の子みたいにな。何やらされるかは知らねえが、うちらがやるしかねえんだよ。でも使命を諦めたって国運の奴らがうちらを許すか。寄ってたかって殺しに来るさ。なあバニラ、さっさとケリをつけちまって、こんな敵だらけの世界から二人で逃げような。ファング、今は一人で逃げてくれ。私が敵を引きつける。心配すんな。お前がどこへ逃げたって必ず見つけてやるからさ。待って。
死骸なんかにさせねえからな。国運のクソ野郎ども、てめえらの敵はここだ。どうにか敵を撒いたはいいが、バニラとはぐれちまってよ。その後レインズの騎兵隊に拾われて、ずっとバニラを探してたけど見つからなかった。バニラも使命も。セラもいつかクリスタルから目覚めるんだな。ああ、うちらがダメなルシだから、あんたの妹がルシにされた。悪かった、ごめん。一発？これで済んだと思うな。許すかどうかはセラに決めさせる。スノーと同じこと言うのね。あいつは殴らなかったけど。スノーにも話したのか？ああ。謝ってよかった。ちょっと楽になった。楽になりたくて謝ったのか？かもな。そっちはどうよ。殴って少しはすっきりした？何も解決しないからな。殴られ損かよ。フィリックス街は向こうだ。ホープの家までまだ距離はあるな。急がねえとな。あのゲートを抜けるぞ。あ、胸騒ぎがするな。